こんにちは、はい、さあ豊さんの、開幕オーダー予想をやっておりますけれども、はい、今日はその第2弾ということで、はい、前回がセ・リーグ巨人そしてパ・リーグロッテの開幕オーダー発表しましたけれども、はい、豊さんの予想の今回はその対戦相手となる開幕のところにチーム見ていきましょう。疲れてませんか？疲れてないんだよ、うん、疲れてないけど、どうしました？これはね、なんかね難しいよね、うん、まあ難しいけどできるよ、うん、できるけど何難しいけどできるよってなんかそうできるけど小学生みたいな感じ。いやちょっと待って、あのね、うんうん、外国人のピッチャーが2人 WBC で行ってるじゃない、はい、だから開幕からベンチで2人入るのかどうかによっては野手を入れたいんだよ中日の方は。なるほど、だからここら辺が分からないから分からないって言ってるんだよ。あ、そういうことですね。そう、そう、だから難しいけどできるよっていうのはそういうところなんだよ。予想だからキューバ代表で行ってて行ってます ね、 ね、最後まで残って日本に帰ってきて、うん、まあ時間はあるからできるとは思うけど、うん、じゃあ2人ともパンとその状態よくは、うん、後ろに前セットアッパー押さえてね構えられると野手は中日は2人しか出れないんだよ。でいやマルティネスだけでいいって抑えだけでいいってとにかくセットアッパーはなんとかするからちょっと調整しとけって言えば野手3人出れるんだよ。だからそれによってやっぱ打順の組み方が全然変わるんだよ中日って。そうか、だから難しいけどできるよって言ったんですね。そうなんだ、分かった意味が。分かりました、分かりました、ようやく意味が分かりました、はい、じゃあ その注目の中日だから2枚はでも中日が勝つとしたら後ろの2枚っては鉄板でいるんだよ。必ずだから1人外国人は外しました今回。あ、野手の、野手の、あ、じゃあ野手2名ですね。そうです、分かりました、はい、じゃあまず1番からいきましょう。説明長かったな。はい、1番、はい、センター岡林。あー、もう そこなんか鉄板って感じがしますね。まあまあそうだね、はい、で2番、はい、レフト大島。はい、そこももう、まあ、鉄板だな、はい、鉄板です。で巨人だし菅野、うん、右って分かってるからね、はい、ここら辺は並べてもいいかな、うんうん、で、ね、3番ライトアキーノ。あ、アキーノ選手を3番3番にする、はいはい、うんうんうん、でアキーノって足も速いから。あ、はい、あ、だから、意外と使える。うん、うん、はい、で4番、ファーストビシエド。ビシエドですね。ビシエドがね、うん、これがねやっぱ立浪監督の手腕だな、うん、刺激を与えて今年は危機感持ってやってるもん、うん、そうですね。あ、いやだからそうやってやってくれるんだったら4番から外さないよみたいな、うん、今年は別に他の外人は安いからみたいな、うん、あそこってアルモンテと、アルモンテがねいまいち調子が悪いんだよ、うんうんうん、そんなによくはないんだよ。まあ、技術的には高いものがあるから、はい、シーズン中こう上がってくる可能性はあるんだけども、はい、だから開幕オーダーってなるとやっぱりビシエドかなって思う、ね、あ、じゃあやっぱり今年も4番はビシエドで開幕でスタートだ、ね、スタートってことですね、はい、で5番、はい、サード高橋周平。あ、高橋周平選手、まあ、ここら辺も、危機感を持ってやらないと出されるからね、まあ、そうですよね。今年は平気で出すから。切れてますね。いやいや、だけどもういや若手を育てた方が早いと思うからさ、まあ、そうです、ね、だから周辺ももう尻に火がついて、うん、ね、やると思うし、はい、で、うん、外国人3枚を使えるんだったらここに外国人をもう一人入れたかったんだ。ああ、あの高橋周辺のところに、はい、うん、だけどここにキャッチャー木下と6番にね。あ、まあまあバッティングはそこそこいいバッターなんだけどさ、はい、なんかこう変な打ち方っていうか、まあ、昨年なんかこうちょっとおかしかったんだよバッティングが。うん、でなんか戻しつつあるんだよね。本来打てるキャッチャーだからさ、はい、だからまあここら辺でやっぱこう取り戻してもらわないとさ困るなということで、うん、はい、まあ6番木下、6番木下選手、はい、で7番ショートリューク。お、そう、リューク選手ですね、ショート、うん、そっかそっか、ダメかな。いやいいですよ。いや、いいだろ、いいですよ、はい、ああ、まあいいと思う。あの WBC もね、ただね、バッティングはね、いまいちね成長してないような感じがするんだよね、まだ物足りないっていう、まあ、全然彼の能力からすると物足りない。うん、そこにあのルーキー選手っていうことも、まあ、考えたけど、はい、そうなってくると、うん、まあ、次発表するけども、はい、センターラインが両方ともルーキーになっちゃうんだよ、うん、だからそれは不安な部分だし、はい、まあでもやるけどね今の若い選手っていうのは、うんうんうん、まあ、だけど、まあ、リュークという、はい、で8番にセカンド田中、美希也選手。ああ、あの WBC とのジャパンとの強化試合、壮行試合でもすごい、ね、動きがいい。いや、よかったですね、動きがいいのと西武の球場で、うん、西武の球場って名前変わったっけ、あれ
ベルナドームだよね、変わってないんだよね。あのこれさ、スポンサーが変わると名前が変わるときあるんだよ。だから間違えるとさ、かわいそうじゃない。そうなんですよね。ね、だからちょっと確認はしなきゃいけない。ベルナね。ベルナドーム、はい、のレフトオーバーの三塁だとかさ、はい、足も疲れる、まあ、あの守備のフットワークもいいな、いいですよね。それとバッティングもね、しぶといんだよ、うん、だから例えば、はい、大島、岡林、どっちかが調子が悪かったら、はい、田中を2番に据えてみたいな、あ、まあ、1番に据えてとか、はい、調子が良いのかね、うん、まあ、そういうことも考えられるよ。うん、だから今年は、はい、おそらく足を結構使ってくると思う、うん、中日は、はい、まあ、1、2番、まあ、秋野もチャンスがあればね、はい、まあ、走るだろうし、はい、で、龍空、田中、はい、まあ、ここら辺の足っていうのはやっぱ武器になってくるかなっていうふうに思ってる。そうすると今度下位から上位にまたつながってクリーンアップにつながってっていう、そういう足でも、ね、もちろんもちろんもちろんいけますもんね、うん、だからポイント握るのはやっぱ秋野だな、まあ、どのぐらいあの打ってくれるか、でどのぐらいやっぱこうボールの見極めができるか、はい、見極めてほしいのは、まあ、フォークっていうのは日本人でもいいフォークって振っちゃうんだけど、はい、逃げてくる完全なボールは振らないんだよ日本人、うん、これを振らなかったら相当やるよ。あ、振っちゃうと振っちゃうんだ、スランプ、なんか長いトンネル入っちゃう、長いっていうかそればっかり投げられるんだ。そうですね、カモ、うん、にされてしまう、うん、だから、まあ、この打線ではアキーノがポイントを握ってるということですね。だから、まあ、鵜飼選手だったりとかブライト選手はなかなかこのオーダー厳しい、あ、まだちょっと難しいかな、まあ、例えばちょっと状態が悪いから休ませてブライト行こうとか、うん、まあ、そういうことはあっても最初からはブライトを行くっていうことはまだないな、まだ、うん、ブライトも魅力が出てきたけどね。そうですよね、うん、で開幕投手、あ、小笠原小笠原、いいピッチングしましたからね、あのダブルミスの、いや、気合入ってんな、はい、なんか走行試合でさ、はい、もう抑えてやるみたいな、いや調子づかしてよみたいな、いや本当に調子落ちちゃうよみたいな、いやすごかった、そんな気迫のピッチングをね、はい、まああんなピッチャーってね相手国になかなかいないよね。いや、いない、だって小笠原は俺入ると思ってたから、私もメンバーに入ると思ってました。そうだろう、はい、だからまあそのぐらいのねいいピッチングを見せてくれる、はい、あとやっぱ気性がいいな。そうですね、あ、強気で弱気にならないというさ、うん、そこら辺もいいし、はい、まあ、魅力あるよね、はい、うん、さあ中日の、まあ、大野が元気なうちに小笠原って、うん、ね、エースの座っていうのを、まあ、まだ奪ってはないけども、はい、今年の活躍期間ではやっぱ奪うよね、うん、さあ そのチャンスを得たっていうこと、そこまで来たっていうことだから、うん、まあ、掴み取ってほしいよな。そうですね、はい、さあ続いてパリーグはソフトバンク、ソフトバンクな、はい、やっていきましょう、はい、まず1番です。1番、はい、センター牧原、 WBC にね追加招集されて、もうジョーカーじゃないぜみたいな。そうですよ、ね、WBC ではジョーカーだったけど、はい、でもチームに帰ったらジョーカーだ、うん、ちゃんとしたレギュラーだ、はいはい、いうことですよ。センター牧原選手、牧原、はい、ね、で2番、はい、ショート今宮、あ、今宮選手、はい、ね、うんうん、ここも迷ったんだよ。どなたと迷ったんですか。コンちゃんと、あ、コンちゃんがやっぱ一番出てもコンちゃんだとなんとかしそうなんだよね、うんうんうん、だからそうですよ、今年からいいんですもん。いや、あの WBC の印象があるからな、2番というね。そうですよ、でもあえてそこを今宮選手にしてるんですもんね、2番は。いや、今宮だって全然遜色はないんだよ、はい、うん、何でもできるしね、うんうん、ということは、で3番がレフトコンド、はい、あ、まあそうですよね、うん、まあ勝負強いしね、あの返してくれるというね、はい、うんうん、まあ出塁もしてくれる、はい、でも今年のコンちゃんは出塁率というよりも、うん、この2人が出た時に返すバッティングしてほしいな。自分が次へつなぐんじゃなくて、フォアボールとか自分が返すんだっていう怖いバッターになってほしい、うん、今まではいやらしいバッター、まあ WBC の時は怖いバッターでもあったけど、はい、だけどチームに戻っていやらしいバッターっていうよりも怖いバッターになってほしいな、うんうん、ソフトバンクでのそうすると課題というか近藤選手のということですね、怖いバッターに、はい、はい、そしてで4番ライト柳田、はい、柳田選手、あ、まあ、ギターに4番任そうかなと、うん、そうです、まあ、俺が監督じゃないけどね任してほしいよね。そうですよね、あのというのはやっぱ WBC を辞退したまでね、はい、今シーズンにかけてるというか、うん、まあ、そういうこともあり、はい、まあ、柳田に4番を任したいなと、まあ、チームの顔ですしね、はいはい、で5番、DH ホーキンス、あ、はい、ホーキンス選手、ホーキンスね、うん、まあ、ここら辺もやっぱり日本の野球に慣れたとしたら、はい、
まあ、やっぱ相当打つと思うよ、うん、で早ボールも強いしね、はい、だからパ・リーグ向きかなっていうふうに思う節もあるし、お WBC の時山本のアウトになったけど、うん、あのまっすぐ引っ張って、はい、サード痛烈なゴロ打ったからね、うん、ああいうことを見てるとやっぱまっすぐにはついてくるなっていうね、あとは見極め、はい、まあ、そういうことができたら5番も十分通用するかなっていうふうに、うん、じゃあこの3人がクリーンアップをソフトバンク、まあそうだね、はい、さあで6番サード栗原、はい、はい、6番、はい、まあ今年に復活をかけてるけども、はい、まあ彼が調子良かったらホーキンスと変えてもいいし、うん、そうなんです、1つで3番打たして今宮の状態によってはコンちゃん2番に上げて栗原っていう風に持ってきてもいいし、なるほど、うん、だからここら辺はいかようにもできる、ね、で栗原はでも昨年のブランクはあるし、うん、でいきなりクリーンアップっていうよりも、はい、まあまあちょっと6番から始めなさいよみたいな、うん、まあ、そんな感じかなって思うよね、そうですね、はい、さあその後ろ打つのは、うん、7番中村ファースト、はい、うん、まあ、ここら辺はね職人だ、いやそうですね、ここら辺はなんとかしてくれるよ、はい、ここら辺はね中村がいてくれたら怖いよ相手も、そうです、ね、いやらしいよ、うん、うん、コンちゃんは怖いバッター、うん、中村はもうとにかくいやらしいバッター、そうですね、になってほしいよね、うん、はい、で8番キャッチャー甲斐、はい、はい、いろいろ疲れもあると思いますが、まあそうだね、はい、まあ甲斐は外せないな、まあ、そうですよね、うん、ただやっぱ相当疲れて帰ってくるから、うん、まあ疲れの度合いで峰井でもいいよね、うん、選手、うん、ただ峰井もな開幕となるといきなりのまあ緊張もするだろうし、はい、東山だったらいいんだけど先発ピッチャーが、はい、ちょっと違うからね先発ピッチャーが ね、だからまあ甲斐の方が、うん、まあ、安心感あるかなという感じだね、はい、はいはい、それで、はい、まあ、最後9番、はい、セカンド三森、あ、三森選手、そうですね、はい、はい、いつの間にか9番になっちゃったいや1番でもいいなと思ったいやそうですよね、出てくれるし、まあ、だけど、まあ、9番三森いると足でつながれて上位に回ってくると嫌だよな、そうですね、で上位に回ってその打順でくるんですもんね、まあまあそうだ、嫌ですねやっぱりソフトバンク、はいはい、さあそして開幕投手です、まあ大関と、そうなんです、藤本監督が、はい、まあ相性だろうけどね、なんかねあの言ってましたね、ロッテとの相性って、うん、まあそうだな、昔はこうエースって言われるね、うん、人が来たんだけども、はい、まあだけど最近はあのそういうデータのもとにね、はい、開幕投手っていう、まあ、その位置づけの重さっていうよりも、うん、やっぱこう相性とか、はい、対戦しやすいとか、うん、でも独特な雰囲気あるからね、そうですよね、大関がどちらがなかったらいいけどね、そうですね、うん、まあ、ソフトバンクとロッテでしょ、はい、小島も初めてかな開幕投手、はい、うん、お互いがどちらかった人が得点どんどん入るみたいな、まあ、まあどっちかが絶対ハマる、その独特な緊張感、あーそっか、だからどっちのピッチャーが抑えられるか、まあまあそうだっていうところでしょうね、はいはい、ソフトバンクも、はい、あの新しいメンバーだったりとかが入ってきてますし、抜けるメンバーもいたりとか、中日もね若い選手たちが出てきてるので、まあそうだな、両チームとも、はいはい、まあね去年とはちょっと変わってきてる打順でもあるなっていう、まあそうだな、うん、でもまあソフトバンクの方はやっぱ誰がどうのこうのというよりもやっぱなんかこうすごい実力者がスタメンに並ぶなっていうような感じもするしね、そうですね、うん、で、まあ、中日の方はなんかすごく様変わりしたという、はい、新生中日のスタート門出、ね、うん、船出、はい、他にないか言葉門出船出船出そんなもんでしょうかねそんなもんで十分だそんなもんですかねそうか、はい、だからあの期待をしたいよね、そうですね、はいはい、この2チーム、まあ、開幕ねオーダー予想出ましたけれども、はい、さあ次の動画ではどのチームとどのチームがね、うん、豊さん発表になるのか楽しみにしてください。楽しみにしてください。